ごい。ねえねえ見てマスクしてる。ここ。私は缶ズピンを抜くと思うんだ。今インフォメーションにいるんですけど、パスポートとか身分証を提示すると子ども用の GPS を借りることができます。なので、まあ、小さい子どもとかねいる人は、まあ、無料なので借りておくといいと思います。こちらのピンク色お子様につけていただくものになります。ポケットですとかお帽子に入れていただいて大丈夫です。こちら防水ではないのでお水だけご注意お願いいたします。こちらの本体、お連れ様が持っていただくものになります。中開いていただいて、このような白いボタン表示されます。こちらを押していただくと、お子様の位置情報表示される形になります。1分から1分半ぐらいに更新されまして、お子様が歩いたり歴史すべて残る形になります。こちら返却場所でございますが、ゲストサービスになります。万が一持って帰ってしまった場合、元払いでお客様ご自身に送っていただく形になりますので、ご協力お願いいたします。チーズあげる。あ、チーズ持ってて。モナ、こっちを見てみて。ミニランドが一望できるよ。ここは日本の名所や街並みをレゴブロックで再現しているんだ。鈴鹿店長さんは間もなく頂上へと到着です。ここはレゴブロックがどうやってできるかを見る場所で、そうそう、今、レゴブロックがどうやって作れるかを見たんですけど、これは日本のレゴランドだけ、名古屋にある日本のレゴランドでしか見れません。あとこれもプレゼントでもらいました。水、これに当てるの。この地図は我々のものだ。けど俺たちは捕まらんぞ。すごい、全部ブロック。これ確か音鳴るんだけどな。おー
ここはミニランドです。日本がね、めっちゃちっちゃく、例えばここは姫路城、姫路城すっごいちっちゃいよ。あとあそこには富士山とか鬼とかいる。どこ？ここわ、すごい、すごいね。ここ押してみるね。もうここに来れば日本一周できます。ここは大阪です。一瞬で来れた。そうそう、大阪。お船が動いてる。どれどれ、ほら、すごいね。名古屋ドーム、すごっ。ここは大阪、この有名な、すごいね。ここは渋谷です。すごいリアル。すごいね、全部レゴだよ、レゴ。忍者、忍者です。忍者、衣服跟帽子跟包包跟钥匙圈，跟钥匙圈。我买了这个，家に帰ってから紹介します。楽しかった。一番ジェットコースター。ジェットコースターね、4回ぐらい乗ったよね。あ、回るやつも楽しかった。楽しかったね。じゃあ皆さん